あとピクニックをしてみたいんよな、ピクニック。ちょっと待って、一旦もう オフラインにしよう。ピクニックはさ、ライドしてるときピクニックできない。なんだい、ピクニックの仕方を教えてください。は？おお、おお、ピクニック。手持ちのポケモンたちとピクニックができます。ユニオンサークルを組んでいるお友達がいるときはお友達と一緒にピクニックができます。街の中や狭い場所、急な坂道でピクニックのテーブルを置くことはできません。街の外の人を広くてなだらかな場所でピクニックをしてみましょう。はーい。うわ、かわいい。おほほ、クララ。あ、起きた、ごめん。え、なに？バスケットの中、なんかこれもあれやろ、卵が手に入るとかなんかそんなんなんやろ。ちょっと友達からヨーギラスをもらったこれで、どうしたんや、どうしたんや、かわいい。通信効果、どこかの誰かとマッチ、お友達と通信。んー、マジカル交換。ボックスで選んだポケモンどこかの誰かと自動で交換します。交換相手を選ぶことはできません。ポケモン交換出して受け取りにインターネット接続が必要です。ちょっと試しに出してみるか。はい。これどうなるんやろうな。誰か俺のカルボーを使ってくれよ。え、どうなっしょん、どうなるんこれ。え、お、なに、マジカル交換が成立しました。マジで、何が来た、なんかネタバレになりそうなもん、コント言ってな。何が来たんやろ。え、ちょっと待って、ウキウキしてきた。何が来た、何が来ましたか。カルボーイン、誰、読めない人。いや、ふざけんなよ。なんこれ、あれか、みんなで一人で対戦。あ、でも星1やったらいけるか、倒そうやろ。で、しかもあれ虫やろ、虫、虫ってことはこれで一人で行ってみよう。サポートしてくれる、トレーナーが参加します。マジ、何、最初から挑戦してみればよかった。ちょっと積極的にやっていこう。さあどうなるん。うおお、うわうわ、何、みんないろんな格好する、やる気あるんかみたいな気持ちやな。テラレイドバトルのルール。テラレイドバトルは制限時間内に相手のテラスタルポケモンを倒す必要があります。戦闘中は自分のポケモンが倒れても時間が経てば復活しますが、制限時間が減ってしまうので注意しましょう。テラレイドバトルでは応援という特殊な行動ができるようになります。応援によって味方全員の能力を上昇させたり回復したりできます。1回の戦闘で3回まで使えます。マジで、やば、頑張ろうみんな、翼で打つや。虫やけ効く、やばいいぜ。え、終わった、やば。え、これでどうなるん、めっちゃ綺麗やな。捕まえる、捕まえなきゃ、何、捕まえる、捕まえれるん。いや、顔めっちゃかっこ、めっちゃかっこええやん、やば、めっちゃかっこええやん。どうした、いや、こんだけやっといて捕まらんかったらバリダサいよ。え、これ確定、おい、確定なん、やば、やば、やば、え、もっとやろこれ。いやー、テラレードバトル楽しかったな。ちょっとオンラインなっとったらなんかところどころで変な表示になるんやな。
ちょっとテラレードバトルが楽しすぎて。なんか良くてお金はさ、まあ、今1000円しかないけどさ、良くて1万前後が基本やったけど、もうこれ見てこれ、やばいマジでこの素材。これ全部売ったろ。手持ちいくらになるよ。やば、14万もある金持ちや。もう何も壊ないぞ。ということで、ちょっとピクニックをね、友人からヨーギラスちゃんがもらいましたので、ピクニックしようと思います。よし。だから、ね、ピクニックで卵が手に入るっていう。ね。なんか時間が経ったらここに卵がやってきますっていうことで。で、なんか前に見たアイテム的なやつを買ったんで、多分模様替えができるはず。おーおーおーおお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 ポケモンが汚れてきたらポケモンウォッシュで洗って体をきれいにしてあげましょう。洗ってあげるとヒットポイントが回復したり仲良しになっていきます。仲良し、あ、なるほどね。何、あ、はい、おう戦車やな。戦車戦車、もう長いことなミライドには乗りまくって。お、で、これでおうおうおう、じゃあ他の子もちょっと洗ってあげるかな。クララもごめん寝よったけどあ、気持ちよさそうかわいいはいはい、いいね、かわいいお、なに、あ、料理をする、おお、サンドウィッチの作り方、薄くスライスしたパンの上に自由に食材を乗せて美味しいサンドウィッチを作ってみましょう。お友達とピクニックをしていると一緒に料理することができます。サンドウィッチ作りに必要なもの、サンドウィッチ作りに必要な食材やピックは町の店で買うことができます。お好みの食材やピックを手に入れて料理に使ってみましょう。ピックって何？レシピモード、レシピモードでは食材は自動で決まります。すべての食材をパンの上に上手に乗せられればレシピ通りにの料理完成です。何それ、食材を落としたり違うものが乗ると別の料理になってしまうので、マジで。ピクニックやレストランで料理を食べるとポケモンに食事パワーが溢れてきます。食事パワーにはタイプが設定されていて、同じタイプのポケモンだけ効果があります。効果は食材の組み合わせで変わります。全部書いてある。食事パワーの効果、え、卵パワー、卵が見つかる、やば、え、テラレイドバトルの報酬が増えるっていうのもやばいな。え、やば、光るポケモンって何、色違いのポケモンのことが、え、すご、二つなって何、二つなって何、前は、なるほどね。ちょっと待って、卵パワーあるやつあるの、卵パワー、卵パワーあった。ってことはチャムサンドを作れんやな。ちょっと待って、これ お気に入りにしとこうよし。え、これフリーモードって何？あ、こういう風になっとんや。すご。あ、ちょっと待って、持った。ちょっと待って、そんなことで卵。あ、まだ何も入ってないって。ほんだら、料理するか。料理して、卵を作ろう。よし。じゃあ、赤い旗ピック。赤い旗が冒険感を醸し出すピック。肌の部分が厚紙でできるの、風がなくてもしっかり広がる。何これピックって。こんなんあったっけ？なんかどっかでピックも見た気がするの。10個って。これ消費なんや。料理開始！見せてやるぜ。俺の腕前を。ん？勝手に作ってくれる？もしかして。え？具材を乗せよう。オッケー。ん？これ向きはどっちでもええ。どうですか？ピックを刺そう。ほら！完成したん？これどうなん？これはパワーを受けられる？なんか見栄え悪いな。
いちごが一個だけはみ出とる。あ、これ何？自分で進める感じ。あ、自分で進める感じね。何回も見せんといてほしいな。おおーおー、どうしたみんな。何その顔。うましい。オッケーよかったー。ジャムサンド、星3、星3ついただきました。お、来た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 。ん？あ、なるほどね。おうほうほう。よっしゃよっしゃ。これで、まあ、じゃあちょっと卵が、この中に来るまで、待つか。待とうか。それまでちょっと、じゃあみんな遊べろうか。おーい。ぐわ、かわいい。やった！バスケットの中にはポケモン卵が入ってました。引き取ります。おや、まだ何か入ってるみたい。は？やばない？引き取ります。え、マジで？やばない？え、やば！あ、え、すご！やば！え、ちょっとじゃあ、早速、孵化させようか、頑張って。ちょっとピクニックやめるよ、みんな。戻ってきて。来たぞ。ほら、シティボーイかシティガールか知らんが、生まれるぞ。さあ、来い。はい、かわいい。手持ちのポケモンは今、こうなってます。多分このメンバーから変わることはないかな。クララに、唯一好意ってのズンコ、バンチョ、ドロロ、カラさん、サイト。あの、わかる人にはわかる、ちょっとネタみたいなの入ったりしてるんですけど、ちょっとこの6匹で頑張っていこうかなと思います。で、ちょっと最初は、途中捕まえたポケモンとかを入れるコーナーみたいなのも入れようと思ったんですけど、ちょっと、あんまり需要がないなと。まあ、そんなこと言うと、この動画自体が需要ないかもしれないけど。まあ、なんで、まあ、トレーナー、普通の野良トレーナーの戦闘と、もうポケモンの捕獲っていうのは完全裏作業として、やっていこうと思います。というわけで、今回からもうがっつりストーリーを進めていきます。前回、この岩壁の主をやったので、ちょっと一旦近くにあるこのジムと、チャンピオンロードとこのスターダストストリート、この二つ、まずこの二人をやっつけていこうと思います。ここのジムリーダーは、草！ボールジムに挑戦しよう。ボールジムコルサ、別名ネイチャーアーティスト、草タイプの使い手、駆け出しトレーナー向け、駆け出しトレーナー向け、彫刻など立体作品を得意とする草ポケモン専用の芸術家、ジム挑戦者の前に現れる彼の登場方法はボール名物の一つ。てか、駆け出しトレーナー向けない。駆け出しトレーナーってことは、まあ、まさに俺やな。よし行くぞ初ジム。すごいな。普通にショッピング、なんかあの、昔の玉虫シティとかのショッピングセンターみたいな感じよな。コルサやばくない？やばーい。行くで、やばいやつのとこに。やっぱおるんかな？オース未来のチャンピオンっていうあのおっちゃん。え？あ、ネモ！なんか久しぶりな気持ちになる。ジムに来たってことは、ジムバッジ集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。もちろんすよ。やった！そう来なくっちゃ！誘った甲斐があったよ。もう癒される。ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。え？内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。はい。これあげとく。私だと思って。やめてくれよ、そんなん。なになに？いや、使えない。そこがチャンピオンを目指してくれて本当に嬉しい。なんかこう、いても立ってもいられない。それ恋なんじゃない？もう。その辺の、おい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 。その辺のトレーナーに片っ端から勝負で呼んでくるね。どういうことなのさ。最近学生さんが多いね。宝探しが始まったのかな。こんにちは。ようこそボールジムへ。挑戦者のお名前を登録します。曽我さんですね。はい。当ジムリーダーコルサと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ボールジムの気回り集め、ボールジムのジムテストは気回り集めです。あれなんなあの、なんか弟子トレーナーみたいなやつらと戦うね。ボールは芸術の街。
作品のモチーフとなる自然や自然を育む太陽に感謝しており、どちらの要素も持っているひまわりを集めてもてなす風習があるのです。へえ。曽我さんにはボールタウンで太陽のようなお花のポケモンひまわりを見つけていただき、10匹集めてひまわり広場へと連れて行けば事務テストクリアとなります。まずはひまわり広場の場所をマップに登録しますので、そこにいるスタッフから話を聞いてみてください。え、ジムを出てすぐ右、大きなキマワリのオブジェが目印です。それでは行ってらっしゃい。いやいやいや、なんかサファリゾーンみたいなノリで言うてきおるけど、ちょっと待って。あ、そうなん。なんかあの普通に戦うんじゃなくて、なんかしらの課題があるんや。やば。登録してくれたって言ったよな。あ、この右ね。ああ、さっきちょっとチラッと寄ったとこや。わお、おっとおっとおっと、ひまわり集め。あれ、お姉さんさっきと同じ人ちゃう？私はひまわりお姉さん、ジムのひまわりたちのお世話係なの。へえ。ひまわり集めをしに来たジムテストの挑戦者だね。早速ひまわりたちには街中に散らばってもらおっか。なんやと。ひまき、ひまわりたち準備できたって。ジムテスト開始。ひまわりを10匹集めたらこちらのひまわり広場へ連れてきてね。それじゃあ行ってらっしゃい。ひまわりたちをよろしくね。これ捕まえるって、あ、始まった。え、これなんか制限時間とかあるの？ああー、おる。え、これな、戦うの？あ、ひまわりがいた。ひまわりは曽我についてあ、そうなん。あ、ほんとついてきて。おった、話しかけられない。おったよーし、あと8匹。あ、おった。え、どこ行くねん。え、どういうこと。あ、これ戦うんですか。よしよし、なんつえげつない技をしてくる。お、すげえ。ヤドリギの種ってそんな命中率なんか悪いんやっけ。ヤドリギの種って特に何の苦もなく成功するイメージやけど。倒してよかった。え、あ、ついてくるね。はいはい。あと6匹。あ、おったおった。え、めっちゃおるけど。ちょっと待って、やばない？やば。しかもめっちゃもう広場の目の前。いや、すごい、かわいい。こんちは。うわー、すごい。ひまわり集めは合格。ありがとうございます。めっちゃ集まったな。ひまわり集めてくれてありがとう。ありがとうってどういうこと？え、なんなん？脱走したの集めさせられたみたいな感じなのこれ。ジムテストクリアよ。ボールジムの受付まで報告しに行ってね。はーい。行こう。登れん。集めたぞー。え、もしかしてこれやった後、通常通りのジムみたいな感じなのかな。終わりました。ひまわりを10匹、広場に集められたようですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。曽我さんには当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。ネイチャーアーティスト、ジムリーダーコルさんに挑みますか。はい。それではバトルコートにご案内いたします。あ、それがあれか、あの何か真ん中にあった立派なコートが、もしかして。え、じゃあもうなんかジムの中で戦うことはないんかな。建物全部同じっぽいし。あ、やっぱりここか。うわ、すごっ。観客がいっぱいおる。挑戦者よ。どうも。えっと、やばっ、足の骨折れるで。やばっ。よくぞ来た。私はコルサ、草ポケモン専門の芸術家、ポケモン、あ、ボールジムのジムリーダーでもある。貴様、貴様、急にめっちゃ失礼。ジムテスト風車の上から見ていたぞ。ひまわりを見つけたその洞察力だが、
実にアバンギャルド。その神秘眼が勝負でも発揮されることを祈っているぞ。それでは私たち2人の合作アートを作るとするか。準備はいいな。成形開始だ。ジムリーダーのコロサが勝負を仕掛けてきた。かわいい、かわいい、なんかかわいいもんどし。芸術とは破壊と創造、養分にならぬようあがくことだ。なんか養ることはだいぶちょっと大物っぽいんやけど、これすぐ終わってまうんちゃうんか。やばいな、レベル差がまあまあそこそこあっ。やば、ニトロチャージすご。何者、あーってやめてくれよ。こっちが悪いことしたような気分になるやん。ミニーブって誰？投げ方がアンダースロー。ちょっと待ってくれ、このジムリーダー絶対手抜いとるやろ。手抜いとるっていうか手加減しとるやろ。ウソッキー、ウソッキーか、ウソッキーか、ウソッキーだったら地面タイプがええはずなんやけど、じゃあクララ行くか。そっか、俺今の手持ち水がないんか。なかなか見どころがある。作品完成まで一気に導くぞ。はい、まあまあまあ、種爆弾でしょ。さらなる細工を加えよう。題して嘘から出た誠。何、あ、まさかテラ、マジかよ。え、こいつ何タイプになるの、テラスタル。いまだにな、草か、マジか、草タイプになるんか。じゃあ意味ないやん。むしろ今一つになってしまう。なになになに、アートは時に速さが命、スピードを上げていくぞ。よかった、まあ同じ草やもんな。マジか。どうしような。草で食うんやったら、トンボ返りやね。これでダメージもいくし、で、ここから、いや、でも、これになったら、もうテラスタルが剥がれた時って、また、岩に戻るよ。まあ、しょうがない。サイクルいこう。君まだ解除されんの？よし、じゃあ行くぜ。やば、やば、行けサイト、ナイス。イエス。めっちゃ悔しそうやん。アバンギャルド、うん、めっちゃお金くれた。なんというアーティスティックな、アーティスティックなタクティクス。技のパターン、ポケモンのディティール、全てが研ぎ澄まされている。貴様との戦いを芸術と言わずして他の何を芸術と呼ぶのだ。私の審査は文句なしの合格だ。その証にバッジを進呈しよう。記念撮影にでも応じてやるぞ。え、そんなんあるの？記念撮影なんかあるの？お、すごっ！ゴールジムクリア！やりました。ジムバッジを1個所持すれば、レベル25までのポケ、あ、今回はあれなんか、どのジムバッジっていうよりかは、バッジの数か。捕獲しやすくな、捕獲しやすくなり？言うことも聞くだろう。すごっ。貴様のようなトレーナーには私のお気に入りもくれてやる。草分け、あ、さっきなんか使えたやつね。これなんなん、急所に当たりやすいんかな。なんか何回も急所に当たりやった気がするんやけど。あ、そういうわけではないんや。
ああ、インスピレーションが止まらん、止まらんぞ。新作の作成に取り掛かるゆえ、これにて失礼、さらばだ。終わった。お、お、誰や？ネモ？ネモか？ネモ、やったー！ヤッホー、ソーガ！私のポケモン、面白い技を覚えたよ。あ、そういえば、ジムの調子はどう？合格しました。あはは、おめでとう、ソガなら当然だよ。やっぱりソガ誘ってよかった。私も各地を巡って、徹夜でトレーニング中なんだ。パルデア地方は広いから、マップを見ながら行く場所、決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。いや、どっちかとも今までがめっちゃ寄り道するけん。そういえば今頃ペッパーは何してるんだろう。それじゃまたどこかで会ったら勝負しよう。よし。